皆さんはじめまして、ナナです。本日は静岡県にあります川のホテルゴルフコース、富士コースのラウンド動画になります。ここは富士山系レディースクラシックの会場でもあり、景色が綺麗なゴルフ場としても有名なので、そのあたりも楽しみながらご視聴いただけると嬉しいです。ちょっと波が来ました。結構しっかり波立ってますね。来ましたね、だんだん風が。名物ですね。次の名物です。はい、56番のパー3でどういうホールになりますか？はい、結構ここはこの崖がそうですね、砲台グリーンが名物ホールで、ここをやりに来ましたってお客様がほとんど多いです。そうなんですね、はい、でプロたちもやっぱり半分ぐらいの人が下から打ってますかね。あ、そうなんですね。1ヤードでも本当に足りないともう下に落ちてしまうという、もうグリーン面からすぐ落ちていく感じなんですね。で乗ったとしてもう奥行き23ヤードしかないので、あ、結構転がっていくので。なるほど。でこう見るとバンカー見えないと思うんですけど、はいはいはい、左も奥も右奥も全部バンカーなところなんですね。そうなんですね、はい、乗るとすごいと思います。あ、はい、なるほど。こぼれちゃうと結構大変って感じですね。エッジまでしっかり打っていくといいと思います。はい、わかりました。ここってトーナメントだとあれですか、17番になるんですか？トーナメントは一つずつずれてやっているので17番ホールです。もうここハンディキャップ1くらい難しいと言われていますのでそうなんだ、はい、じゃあショートで結構分かれちゃう。はい、ここで本当にトップだった人がこう落ちていったとかいろいろありますので。なるほど、はい、重要なところですね。はい、それでは頑張ってください。はい、ピンは右の奥です。右奥、はい、はい、右奥です。ここピンまで175ヤードぐらいなのでユーティリティでしっかり打っていきます。高さあります。ナイス、いいんじゃないでしょうか。はい、ありがとうございます。ピン方向でした。良さそうな感じですかね。はい、はい、ありがとうございます。奥行ってなければいいんですけど。そうですよね。はい、もう本当に止まっててほしいです。ここもやっぱ風は来ます。風重視ですね。あのティーグランドがフォローでも向こうがアゲンストとか、はいはいはい、あ、そうなんですね。それでちゃんとどっちも見ないとっていう。そうですね、本当にそこが守るのが番手難しいですね。そうなると本当です、本当に。すごい高さもありましたし、いいですね。ちょっとでも足りないと下まで来てしまって、奥行きがないので奥に行ってしまったりとか。あ、ここは今グリーンの手前のところに来たんですけど、やっぱりさっき鈴木さんがおっしゃってたように落ちたらもうグリーン面も見えないしピンも見えないぐらいになってくるので、これ大変ですね。大変ですね。で奥行きもないってことだったので、しっかり上げて狙っていかないとっていう感じで、かなり技術的にも難しいんじゃないかなと思いますね。目がこうですか？目がこっちですね。そうなんですよ、はい、ちょっと右端、すいません。ちょっとこぼれちゃってましたね。かなり手前ギリギリに乗ってたんですけど、やっぱり奥が短いだけあるなっていう感じですね。いいですね、ゴー、ナイスタッチ、ナイスタッチ、ナイスタッチ。
ナイスパーです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お願いします。大丈夫ですか？はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。やっぱり奥行きもないし、奥からも結構早いので、かなりパー取るのもプロの試合になったらきついんじゃないかなと思います。さっき鈴木さんもおっしゃったんですけど、グリーンがやっぱり仕上がって速くなると手前に乗っけてもずっと奥に行っちゃう感じみたいなので、さらに難しくなるんだなっていう感じがしますね。ここ17番のパー4ですけど、はい、さっきとまた雰囲気が変わって木が多くなった感じするんですけど、そうですよね、どういうホールですか？ここはプロの試合の18番最終ホールなんですけど、はいはいはい、ちょっと2番目に難しいぐらいってなってますけど、はい、手前のコブの手前がバンカーになってます、はいはい、やっぱり背より高いバンカーで、コブから左40ヤードがバンカー1個のバンカーになってます、うんうん、でまあ、上を越すのが190で越えます、はい、でもプロラインはもう左上狙ってほしい。左上いけます。205ヤードで越えますから、はいはい、ずっとこう右に傾斜してるんで、そこが狙いどころだと思います。なるほど、はい、右は OB とかなんですか？右の林は OB になってます。あ、なるほど、はい、かりました。じゃあちょっと左目な感じで、うん、そうですね、いけると思います。はい、分かりました。じゃあこのバンカーの左上を越えていくような感じで狙っていきたいと思います。よいしょ、いいとこ行きますね。はい、 OK、 ナイスです。今のだとちょっと右に落ちていっちゃう感じですね。風でだけど、フェアウェイかラフかのところ行ってみますね、うん、はい、はい、ありがとうございます。ピンが、ごめんなさい、ピンが奥ですね、はい、15ヤード奥、10ヤード奥はもうバンカーなんで、あ、はい、なるほど、はい、ちょっとサイドフォローですもんね。そうですね、はい、エッジまでしっかりでいいと思いますから。ここもやっぱりしっかり打ち上げていく感じですか、ね、はい、うん、そうですね、150キャリーがエッジなので、はいはいはい、それでしっかり打っていくといいと思いますね。何ヤードぐらい見た方がいいですかね、上り15、はい、見てます。なるほど、わかります。右のラフだと20は見るっていうところです。あー、はい、なるほどなるほど、はい、ちょっと左からフォローですね。はい、ちょっとワン、ちょっとPよりは少し左目いいと思います。はい、はい、ピンまで打ち上げれて165ヤードなんですけど、どうしようかな。5番ちょっと短いぐらいなんですけど、それで左からのアプローチでもいいかなぐらいの気持ちで狙っていきたいと思います。はい、お願いします。行きましたね。あ、いい感じだと思います。ちょっと行ってみましょう、はい、いい感じです。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ずっと落ちどころが見えないから、そこまで行かないと分かんないですね。いいとこだと思います。ちょっと跳ね方も良かったのかもしれないですね。パターでよろしいです。パターで、はい、はい、行きましょうか。ありがとうございます。はい、右奥から左下の目です。はい、ありがとうございます。ナイスタッチです。ありがとうございます。ナイスタッチ。大丈夫ですか？はい、
ナイスパーです。はい、ありがとうございます。ナイスです。素晴らしい。ここはセカンドのユーティリティが5番アイアンで迷ったんですけど、5番アイアン選択してよかったなと思います。やっぱり今ちょっとグリーン外れてましたけど、パターの距離感もあってきたのでいいパーが取れたかなと思います。この18番パー4はどういうホールになりますか？はいはい、ここはプロの3ね、の試合でしたら1番ホールになります。大島で練習してここに来てスタートするんですけど、まずバンカーが10個あって、右はそうですね、そうですね、見えないところにもあってまっすぐ狙いというところなんですけど、ちょうど230だとこの狭いあの斜面のところにかかりますので、そこだけ気をつけていただいて。バンカーもあってちょっと狭い感じがやっぱりしますね、かなり見た目が、あとは風ですね、こちらからの風、そもそもちょっと右向きに作られてるんで気をつけてください。なるほど、なるほど、そこにも惑わされないような感じで、なるほど、分かりました。それではいけますね。よろしくお願いします。ここはもうまっすぐで狙っていきたいと思います。武将、ナイスボール、ありがとうございます。いいとこ行きましたね、ナイスです。ありがとうございます。はい、いいとこです。はい、ありがとうございます。あのグリーンの旗の右手前のバンカー、ハート型なんですけど、それがうちで一番高いバンカーです。そうなんですね。3メートル級のバンカーです。はい、じゃあそこ入れないように気をつけたいですね。ハートは見てみたいですけど。目が右奥から左下なんで、やっぱり右奥から左、やっぱりここもグリーン面がどんどん見えなくなっていくところが多いですね。ピンまで110ヤードの上りなので、9番でちょっと短めに打っていきたいかなと思います。バンカーの右です。大丈夫です。バンカーの右に、右下です。ここも56度で打っていきたいと思います。ナイス、ナイスタッチです。ありがとうございます。素晴らしい、ナイスです。ありがとうございます。この目ですね。こっちからで。こういう、はい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスです。ありがとうございます。ナイス、いいとこでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ナイスでした。アプローチが良かったので、いいパーセーブができたなと思います。ナイスパーです。ちゃんとハートのバンカーになってましたね。なってましたか。本当にここは。左側もちょっとハートっぽかったですね。そうなんですよね。でもすごい高くて、確かに入ったら大変ですよね。大変なんです。ギブアップする方もいらっしゃったりとか。そうですよね。ハーフお疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。